ンポン。私ってボイスロイドの星なんですよ。何お前、ボイスロイドといえば柚月ゆかり。世間では一般化した常識ですよね。普通の人からしたら誰お前やで。ああ、そろそろ黄色い天気ネズミさんと食事会でも行くか。世界クラスのマスコット様と同列にいるかのような言動をやめてくれる。いやでも先生もそろそろもっと有名になってもいい頃ですよね。ああ、あの初音ミク対戦のような大先輩やぞ。口を慎め。まあ今日はボイスロイド1のこの知名度を使ってボイスロイドの皆々様を紹介してあげようかな。上手ね。さあさあ言ってらっしゃい言ってらっしゃい。通販番組的なその入りなんだよ。エントリーナンバー1番、ボイスロイド界のドスケベクイーン、キスナアカリン。自伝をしまくぞ。その可愛らしいルックスに可愛らしい声、この豊満なボディに騙された男は数知れず。変なキャラ付けすんのやめろ。うちは至って普通の女子高生や。あ、可愛いのはほんとやで。では続きまして、おい、エントリーナンバー2番、ピンクと青、双子の爆裂天使。爆裂天使ことの橋場。お、喋んねえのかよ。すみません、まだソフト買ってませんでした。おい、やめろ。エントリーナンバー3番、あどけないルックスはまさにこの世に生まれたバーストストリーム。どういうこと。東北切りたーい。お、また喋んねえのかよ。東北切りたんでー。声違うでー。みんな、本物のキリタンはめちゃめちゃ可愛い声やで。勘違いせんといてな。ごめん、ほんとだよ。てかこれじゃあボイスロイドの良さが全く伝わらんやん。大丈夫かいな。ちっちっち、まだ絶対王者が残ってるじゃないですか。だから不安だっつってんだよ。エントリーナンバー4番、ボイスロイド界のキング。キングは男やぞ。キング界のクイーン。すげえハイブリッド来た。天才クールビューティーキングおむつ。なんかキャッチコピーにおむつ入っとるで。ゆずきゆかり。その特徴はこのキラマラスボディ。一瞬で見抜かれる嘘をつくな。あと可愛いメガネ。2番目の自慢ポイントそこなの。あとは、あとは思いつかないんか。うわあ、泣くなや。ん、あれや、ゆかりちゃんのいいところはアホ可愛いところやでしょうね。何お前、